しみです。眺めがいい、イエーイ。ちょっとお墓を潰さないようにしないとね。今日はキッチンは IH コンロと、なんだこれ、ポットと大きい冷蔵庫、電子レンジ、お風呂はまあ普通のサイズ、いい感じ。電気ついてないあれ電気つかない、電気つかない系マジやばいやばい、つかないよ、つかない系。しかもドラム缶、洗濯機がありました。しかも洗剤もついてて洗濯ができるとね、部屋で。すごくない？すごっイエーイ、楽しみます。あ、見える、いいね。高くないと見えないもんね。え、めっちゃ綺麗じゃない？綺麗、画質いい、この見下ろす感じがいい。今日はよかったかって、買い出しに行きます。イエーイ、で来ました。多分私の学校だけ、校外学習どこ行った？私の校、覚えてない。まず成田山でしょ、成田山行かない、行ってない。成田山、成田山じゃないわ、筑波山だ。筑波山行って、 NHK 行って、あとなんだ、
え、上野動物園うち、それ高校だわ。上野で動物行く？え、動物園は行ってない。高校で浅草と横浜、上野。え、いいな。なんか横浜じゃなかった、うちらの時。浅草と上野だった、高校生の時。で、中学生の時がなかったか、公営学習。いや、あったけど。なんだっけ、覚えたっけ。今度紹介します。思いました。あ、え、待ってよ、わかるよ、多分。思い出しました、国会議事堂行きましたね。多分そこの近くのトリックワールド、トリックミュージアムみたいな。違う違う、行ってない。うちらなんか江戸の博物館、江戸博物館。つまんなそうだね。楽しかった。おー、すごい楽しかった。それ楽しくなかった。楽しくなかった、やっぱり。国会議事堂もなんか、まあ、面白かったよ。シングルには厳しい日本のクリスマスということで、私たちはイルミネーション見に来ました。カップルが、めっちゃカップルだらけなんですけど、私たちは楽しくイルミネーションを見に行きます。写真撮影それ立ち止まる。あー、自分が好きじゃん。青い洞窟。二人で楽しくイルミネーションを見ています。ここが今日と泊まるホテル、東急ステイ青山プレミアです。綺麗、うん、ハッピーホリデー、イエーイ、かわいい。東急ステイプレミア、青山プレミアは13階から上の部屋しかなくて、全部全部高い部屋なのでめちゃくちゃいいです。Hey, single bell. 友達があの風船を膨らませられないというので、私がすべて風船を膨らませています。かなり大変な作業だ。ほら、いっぱいある、かわいい。しました。外は景色がいい。見えない、見えない。あんま見えないけど景色がいいです。めっちゃ美味しそう。これ何か分かりますか？これシャンパンだと甘いますよね。じゃあ開けてみますよ。今日はクリスマスということで、じゃあメリークリスマスって開けましょうか。どうですか？いくよ、せーの。え、言ってね。せーの、メリークリスマス。イエーイ。めっちゃ良くない？イエーイ。じゃあ、増えてるよ。増えてるよ、赤くなってる。じゃあ見ててくださいね、これ。ほら、注ぎますよ。見てる？これはなんと
ぶどうジュースでした。夜にお酒は飲みます。イエーイ。組み合わせ、メリークリスマス。乾杯。イエーイ。このローストポークがめちゃくちゃ美味しい。やばい、箸ちょっと失礼だわ。持ち箸はダメなんだよ、礼儀として。あ、そうそうそう。ローストポークがめっちゃ美味しい。風船を作りました。かわいい。めっちゃいい感じ。パチ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 、すごいいい感じ。メリークリスマス。クリスマスです。誕生日ですかね、今日は。イエーイ。今日は誕生日ですかね。景色めっちゃいい。あれは NTT の電波とクリスマスマークと。綺麗。このホテルめっちゃ可愛い。めっちゃ取った。嬉しい。日本もあるよ。ボディスポンジ。紅茶。紅茶緑茶。ほうじ茶。ほうじ茶。いつでも飲めます。ワイルドじゃない。かぶりつく。いくよ。開けていくね。うん、うん、おお。やば、おいしそう。想像とは違ってきた。もうすでに開いちゃってるからね。こんなもん。うん。いや、肉も切っとこう。いい、これ。うまっ。めっちゃ美味しい。うん。やばいね。ブラッタ。ブラータ。じゃあ、日本のクリスマスについて話していきますね。友達も一緒に話してくれるということで。なんで喋んないの。友達も一緒に話してくれるみたいなんで。まず、日本のクリスマスはですね、カップルの日なんですよ。多分、結構いろんな国
あると思うんですけど、ほとんどの国は家族の日だと思うんですけど、日本はカップルの日なので、あのシングルには厳しい日になっています。厳しいそうだよね、うん、いつも日本にはクリぼっちという言葉がありますクリスマスぼっちっていう言葉があって、ぼっちっていうのは一人ぼっちのぼっちから取ってるんですけど、あんまりいい意味じゃなくてマイナスな意味なんですよだからクリぼっちって言われてます。しかもあのこのクリぼっちっていうのは、あの友達といてもクリぼっちって言うんですよなぜか言うよね、うん、なんかニュアンスはそうなんですよ。泊まると遊んでたりパーティーしてたりしても、うん、クリぼっち、それはクリぼっちなんですよ、シングルだったら、うん、それがちょっとあの悲しいところですね、日本の。私も家族の日になってほしいなって思ってるあとですね、みんなやっぱクリスマスの過ごし方は、カップルだったら夜に美味しいご飯を食べてイルミネーションを見に行くっていうのが定番ですね。それで、まあ、ホテルに泊まったり、こんな感じで、うん、が定番です。で、まあ、イルミネーション今日行ってきたんですけど、やっぱりカップルだらけだ、うん、あの読売ランドのイルミネーションもめっちゃすごいんですけども、読売ランドなんてあの2人で行ったらもうちょっとあの悲しくなりますねだよね、ちょっと悲しくなるよね、うん、っていうぐらい読売ランドは危険です。枕元、あ、そうだ、なんかアメリカのクリスマスの動画を見たんですけど、朝起きたらツリーの下にプレゼントが大量にあって、でなんか私だったらお父さんお母さん妹とかにプレゼントを一人一人分用意しとくみたいな感じで聞いたんですけど、日本の場合はほとんどみんななんですけど、サンタさんからプレゼントが来るんですよわかんない、他の国もそうかわかんないですけど、ちょっと教えてください、それはコメントで教えてください。わかんないんですけど、日本の場合は朝24日夜寝ます、寝て朝起きます、朝起きたら枕元にプレゼントがあるんですよ、うんあ、サンタさんからのプレゼントだ、で、イエーイみたいな。でたまにサンタさんがなんか願い事を書くんですよ。だいたい学校とか、うん、枕の下になんか自分の欲しいものを入れとくみたいな、書いて入れとくみたいな、書いて、枕元に自分の願い事を書いて入れとくんですよ。でそれでなんかサンタさんにお願いするみたいな感じで、だからもうお母さんたちは大変なんですよね、その何が欲しいのかっていうのが分かんないと大変です。だからたまになんか願い事と違うものが来たりしますだよね、あった違うもの、頼んだものと違うもの来たことあった？ない。ない？だいたい頼んだもの来た？うん、お母さんに頼んだの？うん、親に直接？うん、普通に手紙で。手紙で？うん、どこに置いとくの？なんかドアとかに貼っとく。ドアに貼っとくの？そんなん完璧にわかるやんどういうこと？友達はドアに貼っているからお母さんにはわかりやすい。たまにわかんない人とか絶対いるからね。なんか、多分中学生ぐらいになったらもう感づいてきて、これはお母さんと お父さんだなって言っちゃっていい？わかんない感づいてくるから、もうその時にはいいんですけど、もうお父さんとお母さんに頼むようになるんですけど、それまで本当にサンタさんがいるって思ってる人が多くて、だからサンタさんにお願いするんですよっていうのが日本のクリスマスです。他の国の教えてくださいね待って、そんなもんかな。あと過ごし方なんかある？あとプレゼント交換とかはしない、しないですしたことないよね、うん、したことないね。私は一回だけアメリカ好きな友達がいて、その子と
たちとクリスマスパーティーした時にプレゼント交換したぐらいで、あとは本当にしないですね、うん、家族で過ごす時も、小さい時は家族と過ごすと思うんですけど、その時はケーキは食べる、ケーキ食べて、まあそれくらい、うん、ですかね、ケーキ食べるくらいっていうのが日本のクリスマスです。今日は2人でパーティー楽しんでます。イエーイメリークリスマス。かぶりつかない？ケーキフルーツ、2人でかぶりつきやんない？夢のかぶりつきやろうよ。待って、食べます。うん、おいしい。恥ずかしいんだけど恥ずかしい。日本人あるあるですね、血液型で人を結構判断するなんか A 型は几帳面みたいな、 O 型は大雑把みたいな。私は何でしょう？切っていい？うん。ケーキ入刀。結婚式サンタクロース。待って、これでいいじゃん。砂糖でしょ。てか切る必要あった？二人で食べるのに。だって半分。え、もうどこどこにすればよかったじゃん丁寧すぎ。丁寧すぎるね。あ、いい、いいの？半分でくない？一応切っとこう。オッケー、サンタクロース。メリークリスマス。